さりげない高級感と主張しすぎない美しさ。いやドンキホーテ勉強の場所ですね。おやおやおや、何を見てるんですか。これいいなと思って。極礼極礼極礼。いやね、ドンキホーテは学びの場所ですよ。いろんなキャッチコピーがあるんで、これはね、まあ、ここで1億ぐらい稼げそうですね。もうパクったりますよ。キャッチコピー、面白いキャッチコピーないかな。ドンキホーテは神ですね。なんか面白いのはないかな。いやドンキホーテすごいな。ここのドンキホーテでかいですね。今ちょっと待ち合わせで待ってるんですけど来ない。ただ来ないですね。あ、ドンキ来るって言ってます。了解です。今2億円男が向かってます。2億円男が、あ、わざわざ2億円男が、2億円男が、2億円男性が、2億円男が向かってますよ。恐縮です。いやー、ほんとね、ドンキホーテすげえな。あ、お、あったー、ネタがありました。あれはすごい。これはすごいの来たよ。いいっすか、いいっすか、いいんすか、見せちゃっていいんすか。びっくりしないでくださいよ。え、ちょっと待って待って待って。いやー、これかん、すごくないですかこれ。これ電車で持ってたらだいぶインパクトあるな。あ、これで歩くのよくない。ちょっとこれで電車の中歩くって、これだいぶインパクトあるな。これで渋谷歩くのかなりインパクトありますね。いや、これすげえな。これちょっと欲しくなりましたね。無圧があなたの眠りを変える。無圧、無圧、これはどこなんだメーカー。無圧さんのメーカー、あ、アイリスオーヤマ、アイリスオーヤマやるな。いや、アイリスオーヤマこのパッケージね、神ってるな。いや、これはね、アイリスオーヤマすごい、よく頑張った。これはね、僕はね、この企画した人ほんとね、いいと思います。これ企画した人、あれ素晴らしい、マジで。これはインパクトあるわ。はい。いやー、ドンキホーテやっぱありますね、いっぱい。すごい。まあちょっと探索していこうと思います。